こんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はねダイソーで1000円チャレンジをしてきたので、早速その購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ、寂しいね、一人でなんか言って一人で盛り上げるっていう寂しい、イエーイ。はじめにこちらです。みかみかハンマー、イエーイ。なんでそれ、俺ね、音が出る。音が出るよ、音が叩いてる。そりゃ出るでしょ、音が出るんだよ、うん、すごくない？それだけ叩くと音が出るんだよね、うん、あ、すごいと思って。何に使うの？これちょっと部屋に置くのと、うん、今後の動画でちょっと企画として使えたらなと思います、うん、別に案外痛くないし、うん、音出て楽しいし、うん、別に害ではないけど、これをね罰ゲームにしたね企画とかね考えてやりたいなと思って。なるほど。あとただ単に面白いじゃん、ピコピコハンマーだよ、まあ、ね。うれしそう。はい、次もねおもちゃ系で買ったんですけど、おもちゃコーナー、うん、こちらです。ほら、おお、プラスチック製のトランプを買いました。結構しっかりしてるのかな、ね、ちょっと開けてみるか、うん、プラスチック製だからさ、紙じゃないし、プラスチックだし、うん、検査付きなんですよね。ほら結構しっかりするじゃない、うん、ババが今回なんか可愛いんだけど、でババの柄可愛くない？めっちゃ可愛い、ね、ピエロみたい。ババってピエロじゃないの？かわいい、かわいい。トランプ欲しいなと思ってたんだよね、うん、普段使えるような。開きました。はーい、うわプラスチックだ、カード紙じゃない、やば。どう？あ、でもなんかすごい、あーやばい、いい感じ、うん、すごい、なんか独特の切り方じゃない？え、マジ？うん、逆普通こうじゃないの？ええ、こうじゃないの？あ、そう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 、ね、マジか。普通きそうじゃない、切り方って。なんか切られない、そう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 、そうでしょ。あ、すごい、なにこれ、それだよ、切り方普通は。ちょっと待って待って、意外とこれすごいね。でしょ、普通切るってみんなそう切るよね。そう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 、うわ待って、やばいかもしれない、ハマったかもしれないこれ。次、次はこの CM でおなじみのはちみつ金柑のダーメでございます。これは私ずっと前から買っててリピーターっていうか、そう、もうなくなっちゃって、ただ単に欲しかった。欲しかったんです。これね、ほんと喉が良くなる、私的には、うん、喉が良くなるので、まあ、おすすめです。まあ、けど喉飴って人に不向き向きあるじゃん。そうね、好みもあるしね、好みもあるしね、うん、私はこれが一番、はい、今のところは最強なので、はい、これを買ってますね。はい、続いて2個紹介しますね。はい、ゴムです。もうこのね、使い捨てゴムが絡まないゴムがもうなくなっちゃって、新しいの買ったのと、私こういうゴムよくなくすんですね。あー、確かにすごいね、そんなに入ってんの。そう、これで100円。へえ、20本。そう、20本入って100円なので、な、私的にはもうこういうのがね、こういうのがいいんですよ。これもね200本入って100円なので、ぽーちゃんすぐなくすからね。そうなの、私は昨日つけてたゴムを今どこにあるか分かんない状態で困ってる。出して困ってる、困りますね。なのでね、これをね愛用したいと思います。またまた。ゴムはね何本あっても足りない私。困るよね、それじゃあね、ちゃんと管理しないとね、ゴムも。はい、次、はい、次。紙系なんですけど、このねコーム買いました、うん、今コームなくて、コームをね昔使ってた黒のやつなくしちゃってね。マジ、またなくしたん？それで新しいのを買いました。前髪セットしようかなと思って。うん、やっぱ前髪は櫛がいいんですかね、ブラシ。櫛がいい、ブラシよりこのコームとはくっつけるのが
前髪はいいんだけど、うん、なくしちゃったの。また伸びたんじゃない前髪。本当伸びたね、うん、ちょっと切らないと目も悪くなるし。そうだね、また切るか今日。うん、切った方がいい気がする。うん、先週も切った気がする私。とかね、1回の切る量がね、ちょびちょびすぎなんだよね。もうちょっとまとめて切ったら、切らないとさ。で、この前結構切ったよ。そうなの、それで、うん、1週間前に切ったよ、その長さも。早くないの、いいの。まあ、伸びるの早い。伸びるのすごい早いよね。私伸びるの早いの。1週間前に切ってもうのこんな長いんだよ、変じゃない。変じゃなくない。まあいいけど、そう、私伸びるの早いんですよね、うん。これを買いました。はい、ちょ話は脱線しちゃいましたが買いました。はい、続いてはですね、こちらです。草けみちゃん、草けみちゃん、はい、草けみちゃんはね、飲みたくて買いました。結局飲まなかったね。昨日飲みたくて買ったんだけど結局まだ飲んでないっていう。今日飲みたいと思います。はい、美味しいよね、草けみちゃんって、うん、まあ、私はウーロン茶も好きだけど。ああ、確かにウーロン茶、黒ウーロン茶が好きなの。で、次にね、このアイブロウペンシル、これ買ったことなくて、うーん、ふーん。この前、前使ってたやつが折れちゃってさ、あ、それで、それで、うん、なんか違うの試してみたいなと思って、これを買いました。はい、はい、ちょっと書いてみるか。これ、ユーアーグラムだよね。これ、そう、これユーアーグラムで、うん、まずこのここがね、ペンになってて、うん、あー、ちょっと待って、ここだね。おー、なるほど。まずこれをこう書くこと、うん、とこになってて、うん、ここをね、ここをね、うん、もう、なんていうの、取る、回して、回すとこんな感じで、あー、こういうタイプがついてる。そう、こういうタイプがついてて、あー、なるほど。さらにこっち側には、うん、のブラシがついてるっていう。なるほど、便利商品だ、すごい。え、ちょっと使ってみるわ今度。うん、良さそう、これ。はい、はい、これ200円なんだよね。これそう、200円なんです。はい、100円でもないけど、うん、よかったと思って、いいなと思って、はい、買ってみました。はい、よし、ラスト、ラストはですね、ラストも、ラスト、こちらのミニ扇風機でございます。はい、これ夏だしいいなと思って、ちょっとね、あとね、これね、スマホ給電って言って、ちょっとやってみる。やってみる。スマホのね、スマホに挿すと回るっていう、すごい良さそうな扇風機だったので買ってみました。本当に回るかな。ねえ、どうだろう。一応 iPhone 用を買ってきました。あ、なんかね、羽とかはシリコンですごいいいです。本当、うん、なんか触り心地がいいです。挿せば回るって感じ。挿してみますね。いきます。これカバー取んのつだんかもしれない。マジ？あ、そっか。ナモのカバーがさ、分厚すぎんの。私のカバーは多分大丈夫だ。あー、ほんと。ナモのカバーが分厚すぎて。すいません。じゃあ、そういう時は、本当に申し訳ございませんちょうだいって言うんです。あ、そっか。本当に申し訳ございません円ちょうだい？ 2000 円ちょうだいだっけ？できれば2000円ちょうだい？流行ってるよね、この音源ね。うん、え、でもさ、うん、すごい、刺した瞬間回った。やば、あ、結構すごくない？すごい、すごい。あ、前髪がねえ。で、これすごい、すごい前髪すごいね、これ。これ止めるときは抜くしかないんだよね。止めるときはもう抜くしかない。これでもスマホの充電がなくなるってやつだよね。一発でなくなるなるほど。いいけど、いいかもしれない。でも結構いいかもね。なんかさ、こう見ながら進めそうじゃない？あ、やばい、これやばいかもしれない、ね、結構何いいかもしれない。まあ充電は減るけど、もう超暑い時はいいかもね、こう見ながらいいよね。操作も別に普通にできるでしょ。普通です、操作も普通に。あ、今見せられないけど、うんうん、普通です、普通にできます、ね、すごいね、これいいよね。100円だよ、これ100円です。いいかもしれない、ね、ほら、いいかもしれないが出ました。いいかもしれない、うん、ちょっとでこれとツーショットしよっか。あ、ツーショット、うん、扇風機とツーショット。扇風機買いました、イエーイ涼しいみたいな。涼しいです。
はい、ということで以上ですね。以上です。これで1000円でございます。これで1000円分でございます。はい、ということで今回はねダイソーで、まあ、約1000円分の買ってきたのでご紹介をしてみました。ということでね、皆さんもぜひピコピコハンマー買ってみてください。ということで、それではバイバーイ。いや、マジでいいよこれ。本当？皆さんもぜひ買ってみてください。